チャンパの支配領域ビナスオールは、チャンパ王国第13王朝の第3代の国王。王越式前書では聖ヨモギが、民史、名実録では、後をあと記される。ジャヤシンハバルマン三世の第に、沈朝を王腰に活上して創出した、カラス州、里州を奪回すべく軍政改革を中心に、国力増強を図り、王越からの投稿者を優遇した。 即位翌年の1361年3月に、大越のマイル開門を略奪したのを手始めに、後世に出て、1362年3月には、バケ州に侵攻した。1367年4月には、陳予教と、都市兵率いる大越軍が、占い道に侵攻してきたが、副兵を用いて撃退し、陳予教を捉えた。1369年3月12日、 その前年に成立した明らに、虎ト,トバンを使者として、虎像を検じたのを皮切りとして、10月15日に、カバのタン・丹サトを、1370年8月26日に、打藩キリラを検視するなど、盛んに調校し、同年1月11日に、甲ミカドに派遣された、中所省艦曲がりの艦官,官と街道官福祉の道系、県によって、戦場王に封じられるなど、 外交関係を強化した。12月3日に、大越で洋比例が廃されて、元州が即位すると、これを不満に思った洋比例の母の手引きを受けて、翌1371年うるう3月に、政変で警備が手薄になっていた大越の都省流を攻撃した。省流を攻略した後、大いに略奪、破壊してから引き上げた。9月4日には、答えは無理占い能を検視して、 大越の進行を訴え、兵器や楽器、学人、火の援助を求めたが、チャンパ、大越が共に、民の作報告であることを理由に退けられ、双方に停戦を求められた。三百七十六年五月には馬啓衆に、進行すると、十二月に、反撃のために申請に乗り出した大越皇帝の栄像を、ニセ皇で欺いて孤立させ、三百七十七年三月四日に、 シュリービガイヤで、廃止に追いやり、勢いに乗ったビナソールは7月16日に再び、昇竜に侵攻した。翌1378年5月31日にも、ビジャヤの戦いで捕虜とした三河王鎮継へを押し立てて、大越に侵攻し、都市兵の軍を撃破した後に、昇竜を合略してから引き上げた。1380年2月に、大越の新兵に侵攻したが、5月に、 正解隊で、はじむき率いる大越軍に撃退された。1382年5月にも聖河に侵攻したが、はじむきの軍に大敗を喫し、1383年1月には、はじむき率いる大越水軍の反抗を招いたが、チャンパへの進軍中に暴風雨にあって引き返したために難を免れた。 同年6月にはビナスオール率いるチャンパ軍が昇竜近くの高位鎮まで進行するなど戦況は一心一体の硬着状態に陥った。1388年12月27日に大越で鎮が敗されて淳州が即位するとその隙をついて翌1389年10月に聖画に進行した。はじむき率いる 大越軍が迎撃してきたが、チャンパ軍は敗走したと見せかけて、大越軍を誘い出し、伏せていた造兵で強襲し、大いに打ち破った。11月には、陳活新率いる大越軍が防衛のために、皇後,后まで進出してきたが、戦うには不利と考えて、会長校まで退いた。陳の弟の陳元気が、初むきに自殺させられた兄の敵を撃つために、チャンパ軍に不利。 ビナスオールは、戦船を、会長校に進めた。1390年1月の会長校の戦いでは、罪を得た家臣の波浪系が、ビナスオールに中殺されるのを恐れて、大越軍に走り、司令官の陳活心にビナスオールの乗っている艦の目印を教えた。これにより所在を知った、大越軍から家宝を打ちかけられて、ビナスオールの艦は撃沈され、 ビナスオールは戦場で戦死を遂げた。チン元気はビナスオールの子球を手土産にして、大越軍に走ったが反南地獄と陽光に殺され、その子球はチン活神の部下の端む勝権によって、大越太史上皇の芸衆に捧げられた。ありがとうございます。